学生時代にいじめというかやりました。もちろんやられたこともあります。でもどっちも名前も覚えていないです。自分がやられたのは少しちって思うけど、やった子には申し訳ないと思ってます。申し訳ないと思ってください。後悔をするということはですね、自分の、心を洗う意味になりますのでね、後悔はなさってください。ただその後悔を深く、なんて言ったらいいの、後悔によってね、心に傷をつけることまでは、なさらなくてもいいですよ。ただね、するべき後悔っていうのはきちんとしておかないと、自分の、徳というものが上がってまいりませんのでね、やりっぱなしでもう今更言ってもしょうがないじゃねえかっていうことで、そのままほっぽっときますと、自分のね、魂っていうものがね、磨かれていきませんのでね、なので、人生は後悔の繰り返しですよ、大体。私の場合は波乱万丈系だったので、やられまくっていろいろというも、いろいろ人というものを学ばせてもらいました。傷ついた分だけ人の気持ちがわかると言います。本当だなと今しみじみ思います。いや本当ですよ。傷ついた分だけね、優しくなれる人と、傷ついた分だけ無くなってしまう人といるんですよね。傷ついた分だけ本当は優しくなれなくちゃいけないし、痛みを知らなくちゃいけないんだけれども、自我が強すぎちゃって、傷ついた自分っていうものを受け止められなくて、無差別に人を傷つけたくなってしまうような、幼稚な人もいるっていう、そういう怖さもありますよね。バスで突然邪魔だ、すぐ降りな、いいなら、後ろに立ってろって、知らない自身に、じいさんに怒られて、びっくりしたことあります。自分勝手で、横暴な人が増えているようで怖いですね。いや、本当ですよ。今日ね、車でね、駒沢通り走ってたんですよ。そしたら前のタクシーがお客さんを乗っけたんですよ。それでね、お客さんを乗っけたから、その車をね、タクシーを追い越そうとしたらね、ウィンカーをつけて、僕が真横に並んだか並ばないかぐらいのところにグイーンと発進をしてね、僕が踏んで前に出たら、もうね、パッシングしてクラクション鳴らされましたからね、今時のタクシーのにこんなことするんだ、なんて思ってね、まあ、某、オレンジ色の憎いやつだったですけどもね、すげえな、なんていうふうに思いましたね。弊社では考えられない行動だったですね。なんだろう、やりたい放題感がすごくてね。なんかね、驚きますね。こんな、ああいうのがいるからタクシーって嫌われるんだろうな、なんて思いながらね。タクシーのそういう面も見てしまってね、またそこでね、ちょっとへこんじゃったりなんかしてね。なんかこう、へこんじゃったりなんかするわけですよね。質問です。体調次第で霊視しやすい時やしにくい時はありますか？もちろんですよ。体調が悪い時は見えないですね。やっぱりね。疲れるんですよ。これでもね、霊視って、集中力がいますから、いりますしね。特に聞く時はね、見えるのは大雑把には見えますよ、そりゃ。ただね、何か言ってますかとか、そういうふうに聞かれた時には聞かなきゃならないじゃないですか。ね、目をつぶってね、本当に集中しないと聞こえない場合が多いんですよ。そういう時に、ものすごく精神力を使いますのでね、体調が悪い時っていうのはやっぱり疲れますね。はい。なので、見にくいっていうかね、パワーは足りなくなってることは確かだと思いますよ。心霊系のテレビ番組を見ていると霊が寄ってくるってことはありますか？まあ、ご自身の見方次第ですけどもね、お化けのマニアで、どれほどの気持ちで見ているかによって、お化けさんってそこら辺にいっぱいいるんですよ、実際問題としてね、そらマンハッタンさんのそばにもいるわけですよ。
でも何の興味もなければ、そのまま知らん顔しているわけですよ。でもその心霊系の番組を見て、お化けさんに対してものすごい興味を持ってる。そんなに興味あるの？っていうふうに近寄ってくるっていう場合、近寄ってくるっていうよりも、くっついちゃうね。興味あるんだったら分かってくれる？僕気がついてくれる？っていうふうにくっついちゃう場合っていうのがある可能性はありますから、どういう見方をなさるかっていうことなんじゃないかなっていうふうに僕は思いますよ。はい。まあ、興味がない人は心霊系の番組は見ないでしょうからね。と思います。僕は見ないですもん、心霊系の番組。一切見ないですよ。YouTube も心霊系のものは見ないですしね。なら、もう、自分の身の回りにあるもんだけで、たくさんですって。本当にそういう感じです。もう十分でございますっていうね。なのでね、見ないですね。